えと今若者は何を経営するべきでしょうかひろゆきさんは次に経営するならば何をしていますかこの場でやりたい面白いことやるんじゃないですか面白くない人だと,ことだと続かないのだ。あの僕、プログラマーでは再生しないっていうのが割とそのあの小学生ぐらいの頃に気づいたんですけど、一応プログラマー書けるしアルゴリズムも作れるんですけど、ただその本当に好きでプログラム書いてる人には絶対勝てないっていうのが分かったので、 なので多分好きでやってる人には勝てないですよね。なので自分が好きなところで戦った方がいいんじゃないかなと思いますけども。